ドイツ一部のウニオンベルリンに所属する MF、藤谷太氏は、同クラブへ完全移籍して、来季も残、するためには、結果が求められている。地元紙、ビジー、30日付で見通しを伝えた。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月分、お試し実施中、遠藤は、昨年夏に、横浜カイマリノからの買取オプション付きレンタルでウニオンベルリンに加入。ここまでブンデスリーで12試合に出場して1得点を記録している。初先を飾った11月のアルミニアビーレフェルトで開始直後に初ゴールを挙げた後負傷退し、復帰後も交代で出場したりしなかったりいう状況が続いていたが、直近3試合は連続で現在の遠藤の状況は、どんどん良くなってると地元紙は伝えている。だが、ケルン戦で2度の先発出場を果たした後、フランクフルトでは、ベンチスタートに戻っており、ベンチと初の間というのが現状。クラブに買取オプション行使を決断させるためには、結果を出したいう感じが足りないと評されている。今月7日、ビーレフェルト戦では交代出場から2度の敵チャンスを迎えたが、決めることができなかった。今週末には、ヘルタ・ベルリンとのマッチが控えており、ダービーでもチャンを逃すようなら彼にとって、厳しくなると見、しが示されている。りょう。